こんにちは。本日は楽に長く走るには必須、力を使わない走り方、こういったテーマでお話をしていきます。速い人のフォームを見てみて思うことは、もちろん速いなぁと思うんですけども、なんであんなに楽そうに走っていてあんなに速いんだろう、こう思うこと多々ありますよね。そしてマラソンの中継でこんなセリフ聞いたことありませんか？〇〇選手疲れてきて力を使って走り出した。こんなセリフです。疲れてきたから力を使う？じゃあ疲れていない時は力は使っていないのか？むしろ疲れていない時の方が力って使えるんじゃないの？こう思ったことないですか？今回はこの力を使わずに走る走り方について解説をしていきます。少しでも長く楽に走りたい、そしてトップ選手のような綺麗な楽そうな走りを目指したい、そんな方はぜひお聞きください。そもそも力を全く使わない走りというのはあり得るのか？これはもちろんノーです。力を全く使わなかったらさすがに前には進んでいきません。じゃあ というのは太もも周り、大腿四頭筋の筋肉をめちゃくちゃ使ってしまうんです。この太ももの表の大腿四頭筋というのは体の中でも最も大きな筋肉の一つなんです。この最も大きくて力の強い筋肉を沈む、立ち上がる、この動きをたくさんしてしまうおかげ、ランナーがほぼほぼ上下運動なく前に進んでいくのはこのためです。少し説明長くなりましたが、今からこの高重力筋を鍛えるエクササイズというのをご紹介していきます。自宅でも簡単にできますし、すごく復習しやすい種目になってますので、ぜひ皆さん覚えていてくださいね。
はい、それではまずは着地をした瞬間にどこが一番沈み込みやすいか。それは着地をした瞬間に膝がガクッと下に崩れ落ちてしまう。これって意外と多いんですよ。この膝を要は着地をした瞬間にちゃんと突っ張ることができれば体は沈み込まなくなります。この膝をしっかり伸ばすための筋肉というのはどっか。それはもちろん一つは着地をした瞬間にこの太ももの表の筋肉がぐっと縮まって耐えていること。そしてもう一つ、これが大事なんですけれども、着地をした瞬間にこのお尻や裏もも、そしてふくらはぎといった筋肉が縮むんじゃなくて、ピンと弦のように張って引っ張り合いながら支えてるんですね。要はももの表は縮める。そしてその反対側の裏ももやお尻やふくらはぎというのは縮むのではなくて、ピンと張りを持たせながら耐えているということなんですね。つまりはお尻や裏もも、ふくらはぎというのは縮めるんじゃなくてしっかり伸ばす、柔軟性を保ってあげることによって着地の時の沈み込みというのがなくなってくるわけなんです。じゃあ皆様問題です。このお尻や裏ももやふくらはぎ、現代人の方々というのはちゃんと伸びるようになっていると思いますか？これはね、残念ながら縮んでしまっている方が非常に多いです。というのも猫背やデスクワークの方が非常に多くなっていますので、猫背やデスクワークというのはお尻が下を向いてしまってこういう姿勢ですよね。この姿勢というのはお尻や裏もも、そしてふくらはぎというのはぎゅーっと縮まってしまっていて伸びづらくなっています。つまりこのまま立ち上がってもここの筋肉というのはカチカチに固まったままなんですね。なのでここの筋肉、お尻、裏もも、そしてふくらはぎ、特にこの上ですね、膝より上の裏ももやお尻の筋肉でのちゃんと柔軟性を保っておくことが着地の時に沈み込まない、つまり力を使わずに楽に走るポイントになってくるんです。ということで、普段固まっているふくらはぎから裏ももやお尻周り、ここをちゃんと伸ばしてあげることによって着地の時の姿勢が安定すると言います。やり方はね、すごく簡単なんです。こうやって段差であったりとか、こうやって雑誌を積み重ねる、このポジションを作っていただいて、この上に足を乗せる。そしてちゃんとこの乗せた足に体重をかけると、まずふくらはぎが伸びます。そしてふくらはぎ、あ、伸びてるな、結構突っ張ってるなっていうのを感じることができたら、このまま少し我慢をしてふくらはぎ伸びてきたぞと感じることができたら、この足の付け根、股関節から体を前にお辞儀、自衛隊のような綺麗なお辞儀を意識してみてください。そう、綺麗なお辞儀というのは腰を丸めるとか首が下にダラーンとなって先生に怒られるようなお辞儀ではなくて、ちゃんとみんなと模範になるようなお辞儀、足の付け根から背中を綺麗に保ったまま保つお辞儀です。このお辞儀をすることによって裏ももやお尻、そしてふくらはぎから膝裏、このあたりの筋肉というのがピーンと張るんですね。そして立ち上がる。今ね、お辞儀をした方でここの張りめちゃくちゃ感じたっていう方は大成功。なんかね、うまく感じることができないなっていう方は何度か繰り返してみてください。そして何度か繰り返すうちに徐々に刺激が入ってきたという方は、そのままこれをゆっくりで構いませんので10回ほど繰り返しましょう。そしてこの裏ももやお尻の筋肉、ふくらはぎに張りを感じることができたら、このさっき言った部分というのが引っ張り合いながら
案内した2種目、ちょっとね、自宅で余裕があるからやってみてください。そうすることができれば、確実に皆さん、楽に長く走ることができます。もちろんスピードも上がっていきますからね。ぜひ一緒にレベルアップしていきましょう。頑張っていきましょう。本日の質問はですね、毎回僕が走った後や定期的にやっているストレッチとかはありますか？という質問ですね。ありがとうございます。